久枝研究室へようこそ。教授の久枝です。これから研究室の紹介を学生さんがしてくれます。どうぞ楽しみにしてください。久枝研究室の井原です。当研究室では天然の酵素を模倣した触媒などの研究を行っています。当研究室では一人一人にドラフトがあり、充実した実験器具設備の中で毎日学生が合成実験や測定を行っております。また研究の成果を発表する機会として国内外問わず数多くの学会へ参加することができ、近い研究分野の方々と貴重な意見交換を行うことができます。さらに研究だけでなく旅行やソフトボール大会、バーベキューといったイベントを年に数回開催しており、みんなで交流する時間も楽しんでおります。応用科学は新しい物質を合成できる非常に面白い学問です。ぜひ九州大学応用科学科で新しい素晴らしい面白い物質を一緒に合成しましょう。こんにちは、九州大学の小郷です。小郷研究室では世界で初めて水素から自然界と同じ方法で電子を取ることに成功しました。そしてその技術を使って世界で初めて分子で燃料電池を作ることに成功しました。本日はその最前線で働いている大学院生と一緒にラボをツアーしてみましょう。ではどうぞ。小郷研究室では世界で初めての金属錯体を自分でデザインし自分で合成します。特に水素の研究では世界的に高い評価を得ています。今日は研究実験の一連の流れを簡単に紹介します。目的の新規錯体をグローブボックス中で合成します。グローブボックスは酸素や水に不安定な化合物を取り扱うことができます。このように自分でデザインした新規錯体を合成します。合成した錯体の構造を X 線構造解析装置で決定します。合成した錯体を使って目的の触媒反応が進行しているかをガスクロマトグラフ質量分析計で確認します。錯体を使って電極を作成して燃料電池の発電実験をします。燃料電池評価装置に燃料電池をつないで発電実験の準備が完了です。合成した錯体を使って燃料電池で発電実験を検証します。アノードに水素、カソードに酸素を流します。小郷研究室では2010年に世界で初めて分子触媒を電極触媒に使って燃料電池を発電させることに成功しています。小郷研究室では世界で初めての金属錯体を自分でデザインし自分で合成し自分で反応性を検証し成果を発信しています。世界トップレベルの研究がここにあります。オッケー、グーグル。君研ってどんなとこ？九州大学君塚研究室。メンバーは結構いっぱいいるみたいです。すごい研究をたくさんやってるみたいです。君塚研究室。分子の自己組織化を基盤とした研究に日々励んでいる。柳井グループは光変換技術、金属錯体を扱う森川グループ、ナノ界面を観察する藤川グループ。彼は柳井グループの研究員。エネルギーを効率的に利用できる技術を開発した。分子を並べることでアップコンバージョン効率を大幅に改善。これにより弱い光を用いた太陽光発電や生体イメージングが可能となる。
分子の力で光を灯せ、君塚研。失礼します。カヤ研究室ではどんな研究を行っていますか？はい、うちではこのカーボナノチューブっていう未来の材料を使って、新しい材料を作ってます。まず一つは、このカーボナノチューブ、実はこれ、ね、光るんです。この光はですね、目には見えないんですけども、とっても役に立つ光で、例えばこれを体の中に打ち込むと、これを外からこの光が見えるということで診断に使います。もう一つはこのやっぱりこのカーボナノチューブをバイオに使うアプリケーションですけども、このカーボナノチューブそのまま食べるとちょっと毒なんで、これは毒じゃないようにコーティングする技術、これうち独自のコーティング技術で、これは役に立つ、がん治療とかに使おうとしています。これが2つ。3つ目はこのエネルギー材料。この材料はですね、不思議なことに、熱を電気に変える、ただしこの熱を電気に変える効率はちょっと低いので、もっと効率よく、熱を電気に変える、そういう研究をしています。最後は燃料電池。燃料電池はこれから必ず役に立つ、実用化される材料ですけども、これは、寿命が低かったり効率が悪かったりしています。そういう問題があるんですけども、我々のこのカーボンナノチューブと高分子化学、超分子化学の力を使って、実用化して安く大量に、長持ちして効率よく、そういう材料を目指しています。でこれで、まあ、きっとみんなも車もこの材料に、私たちの材料に変わると思ってます。せーの、こんにちは。これから後藤神谷研究室の紹介を始めます。我々後藤神谷研究室は、よく学びよく遊びをモットーに日々楽しく研究をしており、その名の通り、後藤先生をリーダーとする後藤班と、神谷先生をリーダーとする神谷班に分けられます。後藤班のキーワードは経費吸収技術で、神谷班のキーワードはタンパク質です。さらにこの2つのグループが相互に関連することで競争的に研究しています。まず後藤班の研究を紹介します。現在インフルエンザワクチンなどのワクチン投与は注射がほとんどです。しかし注射は痛みがあったり医者が必要なので、発展途上国ではワクチン投与ができないという課題があります。そこで注射より安全で簡単な投与方法が必要とされています。注射に代わる方法として皮膚を通した経皮吸収に着目しました。しかし人の皮膚は水をはじく構造で、簡単に薬を体内に浸透させることはできません。そこで薬物を皮膚に浸透しやすい物質で包む SO 技術を用いることで、実用的な経皮吸収技術の開発を行っています。次に神谷班の研究を紹介します。神谷班のキーワードはタンパク質ですが、タンパク質の機能改変は主として遺伝子組み換え技術により DNA の遺伝子情報の改変を行います。そして神谷班では、この改変した DNA から人工タンパク質を得る方法として解雇を用いた手法を使っています。大まかな流れは、まず改変した DNA を持ったウイルスを解雇に植菌し、ウイルスを増幅させます。その後解雇内でできたタンパク質を回収し、生成することで人工タンパク質を得ることができます。最後に後藤班と神谷班の技術を組み合わせる事例としまして、解雇により作成された人工タンパク質と SO 化技術を元にした経費投与技術を組み合わせ、経費から薬物を投与する経費ワクチンの開発を行っています。このように我々後藤神谷研究室は、それぞれのグループが独自の技術を開発しつつ、それらを相互に組み合わせることで競争的に研究を進めています。ご清聴ありがとうございました。片山研究室の紹介をさせていただきます。片山研究室では、医療のための化学をモットーに研究を進めています。皆さんは医学の問題を化学で解決することができると思いますか？一見すると大きな隔たりがあるように見えますし、医学や薬学に任せておけば十分と思われるかもしれませんね。しかし生命現象の基本単位は分子です。これは一体どういうことでしょうか？こちらの図は人間の目に見えるサイズ、つまり医学の視点からどんどんと拡大していった図になります。最終的にはこのように目に見えない分子、
原子の領域の話になり、病気のメカニズムも分子の営みの結果と分かりますね。このように目に見えない分子をあたかも見えるかのようにして扱えるとすれば、それは医学にとってはとても頼もしいことのはずですよね。それを可能にするのが化学であり、分子レベルで生命現象を理解できる化学者であるからこそできる医療というものがあります。私たちはそれを追求しています。分子レベルで病気のメカニズムを理解することで、人間ならではの工夫を行い、分子設計によって問題解決ができます。また物理を駆使した化学の力を使い、起きている現象や治療効果を理解することもできます。つまり医学と化学は相性がよく、このような視点を身につけた人材は生命現象を幅広く見通しつつ、医療を見つめ直すことができます。片山研究室ではそのような点を踏まえ、このように多岐にわたる研究を展開し、現代医療が抱える難問を解決するとともに、新しい生命科学を切り開く研究を展開しています。ここにあるトピックに興味がある方、ぜひ片山研究室で私たちと一緒に学び研究してみませんか。皆さんこんにちは。硫黄生物物理化学研究室の木戸明と言います。私たちの研究室の名前は硫黄生物物理化学と言います。具体的に行っている研究は、医療に用いる細胞を操作し調整作り出す、そうした材料工学の開発を行っています。皆さんはこの研究室の名前を聞かれて、何だろうそれはと思われることと思います。医学や生物、物理、そして化学、これらすべてが含まれていて、何でも行うのかなというふうに思われるかもしれません。ですがこの研究室の名前はそんなにはややこしいものではなくて、分かりやすい内容がしっかりあります。私たちは工学部の応用化学科の研究室ですので、基本はもちろん化学の研究を行います。化学科学の世界はとても広いもので、その大きな一角に物理化学という領域があるんですね。物理の考え方や方法論を踏まえた、そうした科学です。この物理化学のアプローチで生物を扱うもの、これが生物物理化学と言います。皆さんは生物は生物、細胞は細胞、そして生き物は生き物というように、物理や化学とは勉強の対象が違うものではないかというふうに思っておられるかもしれません。しかしこの細胞や生物、生き物はもともと分子が集まってできているものであって、物質から成り立っていますね。ですので生物もまた物理化学の法則によって存在しているということが言えます。生物の真の姿は実は生物学の勉強だけではなくて、物理化学をしっかり踏まえた上で理解を深めることが可能なんですね。そしてこの生物物理化学を基盤として医学や医療技術の開発に取り組んでいるのが、私たちの硫黄生物物理化学分野、硫黄生物物理化学研究室になります。具体的な研究内容や実際の実験室の風景様子などは、ぜひオンデマンドの研究室紹介をご覧ください。皆さんといつか九州大学でお会いできることを楽しみにしています。I am Masaru Tanaka, a professor of the Institute of Materials Chemistry and Engineering, Kyushu University. Our laboratory is established in Kyushu University to investigate the interdisciplinary field of chemistry and biomedical engineering. We have been studying biocompatible materials for medical devices. You can see here typical examples of a stent and an artificial lung.For cardiovascular disease or cancer treatments. In order to make a high performance medical product, we need biocompatible materials which show safe,
and known side effects. What is happening at the interfaces at molecular level? When the medical product comes into contact with human blood, the first event is water absorption, followed by protein absorption and cell adhesion. We found out three types of water states: non-freezing water, intermediate water, and free water. And the intermediate water is a common point of biopolymers and synthetic biocompatible polymers. We discovered the new theory, intermediate water concept. Intermediate water contents affect the adhesion of cancer cells and non-adhesion of normal cells. Our motto is challenges for biomaterials design and application to accelerating healthcare innovation. I worked for medical devices company and several universities. We have succeeded to commercialize an artificial organ. And we achieved now world share number one. It is very good news. However, we didn't understand the reason why we were able to make a good product. My question is difficult, but we keep trying to answer the question. From my experience in industry and academia, I learned a thing that if there is an excellent product like this, there is good fundamental science. If you discover good science, it leads to real products. I hope that many people will become more aware of the role of water molecules at the biointerfaces after listening my talk. Mother Nature told us, extremely peaceful and stable situation induce degeneration. Why not move to the evolution and revolution? Please enjoy science.